皆さん、こんにちは。ミニッツ開発チームの石川です。本日はですね、こちらの、京商スピードハウスマルチセルチャージャーエボのですね、ファームウェアをアップデートいたしました。こちらのですね、アップデート方法と何が新しくなったのか、そちらをお伝えしたいと思います。まず最初に、アップデート方法ですね。 こちらをご紹介したいいと思います、はい、カメラの方はじゃあパソコンの画面の方に行ってください,、はい。ちょっとね、ガネをつけて。用意するのは Windows10 のパソコンです。ちょっと11だとまだ検証が終わってないので Windows10 をご使用になってください。そうしましたら、こちらのまず、表商のホームページ。 それからまずサポートですね。ここからお客様相談室を選んでいただきますとこのユーザー相談室というところとこのようなメニューがいろいろ出てきますこの中の,このソフトウェアダウンロードを選んでくださいそうするといろいろな製品が出てきますがこの中でこちらですねスピードハウスマルティセルチャージャーエボのファームウェアを押して いきまますク、はい、クリックしました、えー、そうするとこちらの中で、えー、こちらがですねファームウェアのアップデートの説明書ですねこれから説明する内容がまあ書かれているそしてこちらが、えー、ファームウェアの本体となります、えー、ですのでまずここをダウンロードを押していただいてソフトをパソコンに保存しますそうしますとちょっともう保存されてますけども このいった ZIP ファイルで保存されてますのでこれ右クリックしていただいて回答していただく感じですね。そうするとこのフォルダーができます。ちょっと開いてみますと。そうするとこのような2つのフォルダーと SCU というのが入っておりますのでこちらの SCU がアップデートのプログラムとなります。次に まずこれ立ち上げる前に必ずこちらのマルチセルタジャープロエボダに付属の USB ケーブルを挿していただきます、はい。こちらがタイプ C ですね。これをパソコンのポートに、USB ポートにも挿していただく。そうすると、こっち電源入ってですね。 1>, 1回目の時はこちらの充電器をですねパソコンが認識するのに少し時間がかかります認識が終了しましたらこのエグゼを開いていただくともうちょっとこのように変更加えますかって聞いてくるのでその時にははいを押してくださいそうするとこのようにですねアップデートプログラムが立ち上がります、はい、こんな形ですね そうしましたらこちらのアップデートを押してくださいそうすると画面がアップデーティングに変わりましてこちらの進行具合が0%から100%まで上がっていきます少々お待ちください30秒ぐらいかかるかもしれませんこれうまくいかない時はですね、えー 先にパソコンとマルチセルチャージャーエボを接続する前にソフトを立ち上げるとダメなのとこれ1台ごとにですねえ終了したらこれ落としていただいてえ次の充電器をアップデートするときはもう1回先に充電器をパソコンに挿すようにしてくださいはいこれでえリスタートしてファンウェアのアップデートは完了ですこれ押していくとちょっとランゲージが今日は ちょっと日本語にしておきたいと思います、はい。そして、ここのシステム情報を見ていただくとここが1009というのが今回のバージョンという形となります。そしたら一度パソコンは抜きます。パソコンからの供給電力では充電器が正しく動きませんので必ずこの USB に接続してくださいそれではですねどこが変更になったのかをちょっとご紹介したいと思います1つ目はですね放電するときに今までバッテリーが劣化してくるとですね放電時に抵抗値が大きく表示されて放電がですねずっと終わらないという症状がありました今回それがならないように改善しているというのが1番目そして 2つ目が長押ししていただくとこのような感じですがここのニッケル水素電池ですね電圧制限1.55ボルトになっておりますけれどもだんだんバッテリーが劣化していったりすると電池の電圧を高くしていかないと充電がですね終わらないデルタピークまで達成しないということがあったので今まで1.55だったんですけど今回この1.60ボルトが 用意されていいるという形です、まあ、通常は1.55ぐらいでいいと思うんですけどもこれだとですね充電が足りない場合は1.60ボルトにしてですねお使いくださいはいそれからもう一つは今度はちょっと電池をセットしますそしてモードまあこれバッテリーはニッケル水素でモードをですね、えー、分析にした時ですね この時に放電時間という項目がこれまでなかったんですけれども、まあ、ここで放電時間を選ぶことができます例えばこれ3分、まあ、ミニッツの予選と同じ時間ですけれども3分に設定していただいて,いだいて、まあ、終了電圧は 0.9V 電流は 1A ちょっと多いか 0.8A 放電電流がまあ一アンペアとしてあげてスタートします。まあそうするとまずこれはですね、えー、放電してそれから充電して満タンなところから三分間にセットしたので三分間のデータを取って放電の時のアベレージ電圧ですね平均電圧が表示されるんですけども。 まず1回目はですねその3分間という設定に関係なく1回目の放電は空になるまで必ずされるとそれから次の充電で必ず満充電までされてその次の計測する時の放電時間を自由にセットできるようになったんですねですので3分間なら3分間にセットするとミニッツの予選の3分間の時に高い 放電電圧のバッテリーを選ぶことができるというふうになりましたでさらにですね今までここに電圧が2つ並んでいてどっちが平均電圧どっちが今の電圧か分かりにくかったんですけども、まあ、今回は平均電圧の時にこのアベレージの AVE という文字を追加しています、まあ、これによりですね非常に分かりやすくなったのではないかというふうに思いますはい 今回のですねアップデートの内容はこちらとなります。でこれらのですねアップデートというのは皆様からお客様相談室にですねいただいたこんな機能が欲しいよというリクエストに基づいてですね今のハードウェアの構成でできるものをプログラムで実装したという形になります。引き続きですねこんな機能があったら便利だよというのは ユーザー相談室の方にぜひです、ね、ホームの方からメッセージを入れていただければです、ね、ある程度、ご要望がたまったときに、まあ、今回のようにです、ね、新しいアップデートとしてお届けしたいというふうに考えております。こんな感じですけれども、本日は、京商のスピードハウスマルチセルチャージャーエボのアップデートをお届けいたしました。どううもありがとうございます